米国株の朝のニュースです。おはようございます。1月9日の火曜日です。正月休みは完全に終わったぞ。そして今年初のおはウェイです。皆様明けましておめでとうございます。ヒートマップはかなりのグリーンとなりました。強気相場は平均51ヶ月続きますけども、弱気相場は1年ぐらいしか続かないということで、つまりだいたい米国株上がってるということなんで、年始から少し下げたくらい気にしない気にしないということです。そしてアノマリーなんですけども、気になるやつありましたよね。1年の最初の5日間、これが、マイナスで終わった場合、1月もマイナスで終わる可能性が高くなるんですが、70年間で、上がった確率ね、一応プラスなら 83% なんですよね。基準の 4769.83、超えたんでしょうかね。こっちだ。はい、4763.5 ということで、微妙に届きませんでしたね。あと6ポイントほど、わあ、これ頑張ったんですけどね。はい、まあ、次のアノマリーはですね、1月全体を見ることになりますけども、こっちがですね、プラスなら、1年間通じてプラスで終わる確率が 89% もあるんですね。こっちの方が強力です。この勢いならいけるんじゃないでしょうか。後ほど、1月のハードルの途中経過をお伝えします。このチャンネルでは米国株や世界経済に関する重要ニュースを隅から隅まで見て、重要部分だけをピックアップしてます。新NISAの成長投資枠の戦略にも役立ちます。はい、それじゃあですね、次に行きますけども、米国市場にズームイン。はい、NVIDIA なんですけれども、ついに新高値圏ぶち抜けました。見てください、この力強すぎるね、陽線。なんと 6.43% も上がって、この500ドルに壁があったんですけども、 522.53 まで上がっちゃったんですね。はい、新しい価値をつけたというやつですね。孫正義さんは、 AI は10年で、人類の10倍賢くなり、20年後は1万倍になるとね言ってたので、かなり NVIDIA には期待しています。そして今日はね、また新しいチップの発表などもね、ありましたね。新しい RTX4080 スーパーとかね、いうチップは、1月31日発売で、まあ、10万ドルぐらいと、いうことなんですけども、まあ、今までの性能の、ね、2倍ぐらいということで、結構ね、強いチップですね。これでですね、TSMC はですね、NVIDIA のチップの生産でかなり忙しいということで、 AMD なんかはね、他の、ファウンドリーを探すということで、インテルなんかもね、伸びてくるんじゃないかなとね思ってます。今年はね、インテルがかなり、期待が高いんですよね。3.33% 今日上昇してます。 AMD も 5.48% 上がりましたね。はい、今日はもうみんな半導体上がっちゃってます。そして、ASML なんですけども、こちらがですね、インテルにですね、かなり高性能の半導体製造装置を提供してますね。12月の末ぐらいにですね、高NA の EUV 露光装置というやつをね、インテルに一番最初にね渡してるんで、これでインテルの、製造の方がですね、ファウンドリーの方がかなり、伸びるんじゃないでしょうかということですね。それとね、もう一つ、NVIDIA の、ニュースなんですけども、こちらはですね、自動運転技術、こっちもね NVIDIA、まあ、頑張ってまして、中国の EV4 社が、NVIDIA のドライブの技術をですね、採用するということですね。こちら、使うのはね、リオートとかね、ジーカー、あとはですね、有名なシャオミですね、これスマートフォンメーカーですけどね、ここの電気自動車部門などが、採用するということですね。はい、そして、今週はですね、決算祭りが、始まりますね。まずは金融からですね、
始まってきます。 JP モルガンとかね、あとはね、ウェルズファーゴ、バンクオブアメリカ、シティ銀行ということをですね、 JP モルガンのチャート小刻みにすごい伸びてます。はい、非常に強かったんですが、今日はねそんなに、元気がなかったのがねちょっと気になる、銀行業界ですね。バンクオブアメリカとかシティなどはちょっとね決算前だからでしょうか、下げてますね。はい、リスク回避かもしれません。そしてね12月の雇用統計は、先週末に発表されましたけどね、かなり強かったんでね、銀行もやっぱりね強い決算を出すんじゃないかなと思いますね。全てが予想を上回る、結果で、失業率は 3.7% の完全雇用状態ですね。はい、そしてさらにプラスの、内容の、ニュース見込みなどがあるんですけれども、こちらはですねゴールドマンサックスの、アナリスト、トップアナリストの、どなただったかな、オッペンハイマーさんですねが、言ってるということなんですけども、スーパーサイクルにですね、入りつつあるということですね。これは世界経済の、お話ということなんですけれども、歴史的な類似点があってね、これ1980年代初頭に似ているということで、金利とインフレがね、ピークに達して地政学リスクが減ってグローバル化が強まったということですね。今イスラエルとかハマスとかね、あとウクライナロシア戦争はあってますけどね、こっちの方がね収束してくればねまだまだ上がりそうですね。そして AI がやっぱり株価にプラスの効果をもたらす可能性があるということと、 AI の応用での生産性の向上がね今後高まるかもしれないとね、いうことを言ってます。はい、こうなってねどんどんまたね、株式市場の方湧いてきたらねいいですね。はい、ジャッカジャン。じゃあ次はですね、1月の、米国株上がるかどうかのイベントのお話なんですけども、先週末もお伝えしましたけどね、ビットコインの現物 ETF 承認が、近い今週ですね。それと、1月19日、つなぎ予算の期限。あとね、アップルの決算、1月の末ぐらいかと思ったらね、2月1日になってました。1月31日からビッグテックの決算が大体始まるので、まあ1月には、今回ビッグテック、まあ、ガファムの決算はね影響しないということになります。まあ、ちょっとテスラはねその前にあると思いますけどね。そしてですね、まずビットコイン ETF の、お話なんですけど、まあ、ゲンスラー長官仮想通貨大嫌いですけどね、今盛り上がってますよね。今日もね BTCUSD などビットコイン、見てみますと、あれどこ行ったかな、あ、ここや、はい、6.88% と、まあ、NVIDIA 並みのね、強い上昇を、見せました。これがですね、一時4万7000ドル超えて21ヶ月ぶりの高値ということで、今年は半減期もありますし、かなり盛り上がってきています。そして SEC はですね、ETF 申請の一つ、ARK21 シェアーズの、申請承認の最初の期限が水曜にあるということですね。ブラックロックアークは申請書類を、SEC に提出、またフィデリティ、インベスコ、ギャラクシーデジタル、ウィズダムツリーもね、みんな S1 の申請の修正書を提出したということなんで、これはですね、足並み揃えても基準に合わせたっていうことなんじゃないのとね、思っちゃいますけどね。承認されればね、ビットコインが買いやすくなって、みんなこのね、ETF を通じて買えばいろんな手数料とかもね、いらなくなるよということで、かなりね、上がるんじゃないかなと、期待してます。コインベースとかは逆に手数料が減ってね、売られるかなとね、言われてましたけどね、去年はね、なんと 400% もね、上がりました。仮想通貨市場全体がね、湧き上がって盛り上がってますね。はい、拡大中となってます。そして、1月プラスで終えるための3つのハードルのうちの、2つ目の、このつなぎ予算もね、いいシグナルが、出ていますね。はい、こちらはですね、政府機関、閉鎖回避で、連邦支出最高額を1兆5900億ドル、これでね、合意しましたよとね、いうことなんですが、これはジョンソン下院議長とチャック・シューマー上院多数党院内総務が
まあ、協力してね今やってますよということで、まあ、かなりねいい方向に行ってますんで、まあ、再建のですね、かなり急上昇などはね、避けたいところですね。はい、やっぱりね金利が上がると、株式よりも債券が魅力的に見えて、まあ、株のリスクを負わなくてもいいんじゃないかとなります。まあ、金利が上がると株はですね、下がりやすく、なってしまいますね。はい、そして量的引き締めなんかもね、まあ、だいぶね動きが今年あるんじゃないかなということですよね。 FRB が買い込んだ国債などの資産を減らすことですけども、満期がね来た国債を FRB が買い戻さないので、買い戻さなくなるので償還されてお金がね市場からどんどん減っていくということになります。 FRB が債券買ってたんですけどね、もう買い手が FRB、買わなくなるので債券発行者は今までより金利を上乗せして買ってもらうようになるのでね、まあ、金利は上がるし市場のお金も減っていきますとね、いうことにはなるんですけども、まあ、ちょっとね一応このね、支出の方は、うん、これで合意ということで、金利のですね急上昇は抑えられそうですね。そして次なんですけども、今週経済指標でこの経済のね状況を見るのに大事な、CPI 消費者物価指数がありますけども、こちらがですね、ここら辺ですね、コア CPI 前月比前回 0.3% が 0.2% に減るということで、これはいいんですけど、年率の方はですね、こちらですね 3.1% が予想 3.2% ということで、ちょっとね上がる予想にはなってます。そしてこのインフレに大きく関わってくるのが原油なんですけども、ですね、今日原油価格がめちゃめちゃ下がるという、まあ、事件というかね、すごい動きですね。4.2% ぐらい原油下がりました。これはですね、サウジアラビアが、のサウジアラムコですね、アップルに次ぐ今、世界第2位の企業ですかね。こちらがアジア顧客向けの原油価格を1バレル2ドルも引き下げたということです。今航海とかね船にかなりね攻撃が繰り返されてて原油価格上がりそうなんですけどね、まあ、遠回りとかになっちゃうのでですね、まあ、この原油が下がった理由はですね、米国の原油生産量と中国の需要鈍化ということですね。アメリカ増えてるということですね。中国はもう全然買ってくれないということで、量がねジャブジャブになっちゃってきてるんですね。そして、これをね景気減速の兆候と受け止めてるアナリストもいます。ここでね景気のね先行性があるというねラッセル2000はねなんと今日ね 2% ぐらいもね上がったんで、全然市場は景気減速とはね見てないという状況ですね。はい、もしかしたらサウジアラムコは、民主党の味方なのかもしれませんね。はい、じゃかじゃん、次なんですけども、1月米国株が上がるかどうかで大事なテスラですけどね、今日はね 1.25% 上がりましたが、他のねビッグテクとかと比べるとかなり元気ないような、チャートに、なってますね。そしてキャシーウッドさんがテスラの買いに転じたらすぐにですね、イーロン・マスクさんがコカインとか LSD などの、薬物常用化とね、いうような、ニュースが、報じられてます。ウォールストリートジャーナルですけど、この写真ちょっとやめてもらえませんっていう写真がですねトップに、出てますけどね、ウォールストリートジャーナルです。NVIDIA はねキャシーウッドさん手放してすぐ爆上げしてましたからね、もしかしたらキャシーウッドさんは逆進王かもしれません。取締役会は、再びですね厳しい状況に追い込まれているテスラということなんですけど、マスクさんは取締役と株主双方の財務法律大きなリスクにさらしてしまっているということで、まあ、なんか動きがあるのかもしれません。以前はツイッターの買収とかでね6720億ドルの時価総額を失って、2018年も非公開化にテスラをするとかね言ったツイートとかね、いつもね冷
ヤヒヤなツイートやっちゃうというね、 CEO が最もリスクという珍しい企業に、ね、なってますけどね、これ、イーロン・マスクさんはね、一応ね、あのポストで、否定はね、してますよとね、いうことで、ね、前はね、これなんだっけな、まあ、マリファナ捨てた事件があってね、その後 NASA の要請で3年間薬物の検査を行ったけど、全くアルコールも、ね、出なかったよとね、いうことをね言ってますけどね、はい、まあ、クリーンさをね、早く明らかにしてほしいですね。AAPL 次はアップルですけども、ジャッカジャーン、はい、今日ね 2.4% 上がりました。アップルもテスラと同じでちょっとね元気ない感じなんですけど、今日はねガファム爆上げですね、ジェフリーズのアナリストは悪いことをね言ってまして、iPhone15 この売れ行きがですね結構悪いですよと、いうことを言ってますと、前年比で 30% 減ってるんじゃないかと、iPhone の販売量がですね、はい、そして、中国における、2024年の iPhone 販売も2桁ぐらい減るだろうとね、いうことを言ってますということですけどね、ただねすごいのもあってね、この前ボーイングの、機体の横のパネルがね飛んじゃって穴がボコーって開いた事件がありましたけどね、この時の iPhone が1万6000フィートも下に落ちちゃったんですが、なんと無傷だったということでね、製品は抜群の耐久力を、誇っておるということなんですね、はい、そしてビジョンプロですね、ゴーグルの方も2月の初めに、発売ということがね、決定ということです。はい、ジャッカジャン。じゃあ今日の指数とか一体どうなったんだよということで、パッと見ていきますけども、まずは、政策金利の予想ですけどね、まあ、変わらずということで、次回1月31日は据え置き、次の3月20日の、利下げの予想が 62.7% ということで、あとはね、どんどん利下げがあるというところは変わりません。そして、恐怖と欲の指数ね、今日は上がりましたけど、まだエクストリームグリードまではどうも行ってないみたいですね。74となってます。はい、という状況で、今日はね、ドル指数とかもそんな動きないんですが、金利はですね、低下ということです。10年利回りまだ 4%、超えてきてますね。はい、ちょっとだけこの200日移動平均線を超えたという状況です。はい、そして金利は低下、恐怖指数も減って13となっています。はい、あとはですね、はい、今日の指数、全部上がりましたね。ダウも、0.58% プラス、まあ、ボーイングが大きく下げたんですけどね、SP501.4%、ナスダック総合 2.2%、ラッセル2001.94、ヨーロッパも 1.15% 上昇ということで、今日はかなりね、強い一日となりました。はい、年初始まって以来の、強い一日ですね。はい、そしてね、今日のね、指数の動き自体はどうだったのかというと、まあ、じわーっとね、最後まで、上がり続けてくれたとね、いう状況。最初はね、ちょっとボーイングが足引っ張っちゃって、ダウンなどはマイナスでしたけど、プラスに、終わりました。そして全てね、強いというような、一日となりました。はい、そしてここまで見てね、いいね、チャンネル登録、まだの方、いらっしゃいましたらですね、ぜひとも、よろしくお願いします。また、これから紹介するスプレッドシートなんかもね、概要欄から、入手できますんで、興味ある方はよろしくお願いします。100いいねに行きましたね。はい、ジャッカジャーンスプレッドシートでマーケット全体を見ていきますけども、もう時間がなくなっちゃったんで、早送りというか、巻いていきますね。株式相場はですね、平均で1年に1回はね、14% ぐらいは下がる時期があるということなんで、まだ、まあ、ほんのちょっと年初下がったぐらいですね。ということで、まあ、この、リスクをですね、対価として株式のリターンがあるということなんで、まあ、下がってもですね、ポジティブな気持ちでですね、進んでいきましょう。はい、今日はですね、ドルの方はちょっとマイナスと、ビットコイン動くと 7% も上がって、これ週末からのカウントですね。かなり、強いですね。そして今日は指数すべて上昇、またここもねグリーンが、取り戻してきましたね、あとね強く上がったところはない
ですけど、まあ、CM 中国株の一人負けですね。 2.2% ほど今日も下がってしまいましたね。ちょっとインしてみたんですけどね、かなりの、大安売りということで、あの過去5回あった時に年平均全部 57% ぐらい上がったというね、あのシグナルが点灯ですね。株式益利回りがかなり、なんだ、国債利回りよりも低いのかなという状況ということで、これ赤くなると、安値圏に今ありますよということで、 CWEB、もう52週安値圏に入ってきてますね。はい、そして他の、ね、セクター結構プラスが多いです。今日は半導体が多く上がりましたね。ガファム T もほぼほぼいいですね。 NVIDIA がね、これはもうおめでとうございます。 6.4% 上昇ということです。はい、情報技術セクターの中でソニー、1.3% 上昇ですけど、インドのメディア大手 G エンターテイメントと、合併を2年間交渉してましたけど、やっぱりダメでしたということでね、ちょっとあんまり上がらなかった部類になるんでしょうかね。はい、そして、グロース株はね、今日はね AI 系が湧いてるんですかね。 SMCI、データサーバー系のね企業が、かなり、上がりましたね。 9.6% 上昇。サイバーセキュリティも、5% 上がってますね。半導体は AMD と ARM が、強い1日全部上昇です。 AI は、サムサラが 5.7% 上昇ですね。中国のアリババとバイドゥがやっぱり、下落となりました。そして新興国株も綺麗に、珍しいというかね、強いな、全部上昇ですね。このヌーとかね、まあ、D ローカルなんかね、今、面白いですけど、ヌーはちょっと上がりすぎですかね。1年で 143% です。はい、リフトも復活してきましたね。5.8% 上昇です。はい、もう手放してしまいました。はい、ストリーミングは6が、5% 以上上昇と。そしてヘルスケアはまあまあですね。これモデルナ、3.9% 上昇ですけど、23年のワクチン売上が予想の下限は上回ったということですね。はい、そして、あとちょっとこれ、ね、持ってるんですけど、いやさすがにちょっとダメ株かもしれませんね。 10% 下がりましたが、まあ上がるときは上がるでしょう。第一四半期に、一気にアルコールを分解してくれるね飲料を発売する予定です。はい、ダメだったのかな、なんか下がりましたね。はい、そして輸送は上昇、製造も、上昇ですが、ボーイングが 8% も下がってしまいましたね。はい、これはね、外装のパネルが吹き飛んじゃったということで、これで FAA が操作を、気が済むまでやる、それまではね、ストップですよということで、まだね、民間航空機受注弾5100機もあるんでね、仕事はいくらでもあるボーイングですね。はい、回復はするとは思います。はい、航空は、いいね。アメリカンがなんか 7% も上がりましたね。クルーズは微増ですね。ホテル、レストラン、旅行を、全部揃いました。ちょっと途中までそんななかったんですけど、一気に来ましたね。そしてナイキがですね、タイガー・ウズと27年間のパートナーシップ終わりますよということで、今後は、靴はこのオンがね、いいのかなとかも思いますけどね、6% も上がりました。はい、かなり強いオン、1年で 47% 上昇してます。はい、そして、電気自動車は、フィスカはもう虫の息ですね。ルシッドも虫の息の状態ですね。フィスカ 10% 下がりました。はい、金融は今日は、決算前ということもあるのかちょっと元気なしですね。はい、ビザ、マスターカード、アメックスなどは高値圏まだいます。そして今日はフィンテック、アファム、マーケタ、アップスタート、バクトが、爆上げしております。はい、バックとはね、また入ってますんで、どんどん取り返して、ビットコイン承認で、ETF 承認でまた上がってほしいですね。はい、生活必需品もディフェンシブですが上昇。素材はそんな元気ない。エネルギーは原油価格が、めちゃめちゃ下がりましたね。で、このビスタがね、アルゼンチンはむちゃくちゃミレイさんが、経済価格やってますけどね、もうどうなるんだろうと思いつつもね、上がってますね。やっぱりかなり通貨を切り下げたので、業績としては上がる方向になるよとね、いうことですが、うまく経済、そう簡単にはね、好転してこないとはね、思いますが、この刺激策が今、ビスタには、いい方向に行ってるんでしょうかね。今、1年で 93% は上がってる。1ヶ月ではプラス 1% だけ
かなというところですね。はい、じゃあですね、あ、まだあったわ。あのビザ、ビザ、ビザ、ビザ。ビザ、今日 1.1%。Web3 のお話なんですけども、ロイヤリティプログラムを開始すると発表ですね。企業はそのエンドユーザーに次世代報酬プログラムを提供できるようになるということですね。はい、この Web3 は、中央集権体制の Web が Web2 とすれば、ブロックチェーンなどを用いて非中央集権型のネットワークを実現する試みのことを Web3 と言います。はい、こっちにね、ビザなどが踏み込んでいってるということです。いやー、米国株って本当にいいもんですね。それでは皆さん、さよなら、さよなら。